すいません、つかぬことをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい。これ、YouTube のコメント欄で、ちょっと待って。クラスアップデートの動画期待してますっていうのが来たんです。はい。これ一週間前、もう一週間前のコメントか。一週間前、そういうコメントをいただいたので、ちょっと今回クラスアップデート、全く知らなかった。レベル60になってクラスアップデートというものを知らなかったんだけど、今からちょっとそれをやります。だから今回はストーリーモード進めずにクラスアップデートをちょっとやります。これかこの女が明けた。これっぽいぞ。立ち向かう闘志の刃、エドガー討伐。これか、どこだ、どこよ、これか、ラストカーニバル、これか。カジュアルレイド。これ合ってる？これだよね。マッドネスパペット、エドガー。ちょっと待って。立ち向かう闘志の、これか。ロコタウンでベンジャミンと会話完了して、エドガー、ラストカーニバルノーマルでエドガー討伐だよな。オッケー。じゃ、これボコボコにしてくればいいんだな。こいつをボコボコにしてくればいいんだな。異常空白に侵入成功。現在内部には、ロコタウンで遭遇した人形勢力を感知。エナジー量は今までの比ではありません。注意してください。はーい。何これ？あ、そういうことか。各部屋一個ずつ入ってって、で、クリアしたらまた戻ってきて入ってみたいなのを繰り返すんだ。おーおーおーおおちょっと待って、どこ見ればいいのか分かんなくなるんだよ、これ。あった。あ、なに？あ、こういうの追加されたんだ。いいね、これ。このシステム見やすいぞ。あ、レベル59。微妙にレベルが高い。おらら、おい。おー、こいつと。あ、痛い、痛え、こいつの攻撃、超痛いんですけど。あっ、オッケー。めっちゃ笑ってる。気持ち悪。で、次は？あ、ここか。やっぱそういう感じか。ん？ん？次元爆弾の爆発力だから全ての人間を退治してください。次元爆弾は全ての敵が倒れるまで生成されます。なるほど。とりあえず。避けながらだもんな。だからどっかにアシスト。おお、これがこれか。おーおーおーおおお、めんどくせえめんどくせえ。これめんどくせえ、超めんどくせえ。おお、びっくり。これ本当にどこ見ればいいか困るんだけど。よし。あった。で、おお、まだ？あ、まだだ。全然いって、17000、待って、おかしいって。次元爆弾のダメージ量おかしいって。17000は聞いて、いた？ちょっと待って、難易度おかしい、ちょっと待って。待って、レベル60。なるほど。クラスアップデートになるには、それ相応の実力が必要だよと。そういうわけですね。任せてください。プレイスキルならね、磨いてきました。別ゲームで、レインボーシックスシージって言うんですけど、最近それしかやってねえわ。てか2週間くらい動画撮ってないんだけど、その2週間の間、レインボーシックスシージ以外してないんだよ。本当にもうクソみたいな生活を送ってたね。いざ足元に巨大熱源を感知。あ、一定時間ごとに特定エリアで火炎地帯が生成されます。火炎地帯を避けながら戦闘してください。おお、めんどくせえな、これ。あ、次こっちか。ちょっと待って。避けたい。痛い。かなり痛い。これ完全に仮面ライダーゼロノスの気分だ。ゼロノスって誰？いやー、ちょっと待って。死ぬ。おかしい。なんかダメージ量が、あ、これ次ここか。なるほど、そういうことね。おお、痛い。危ねえ。おうおうおう、ちょっと待って、なんで俺の移動先に出るんだよ、おかしいだろお前。よし、危な、まだか。お、なんか小分けになったと。違う、真ん中が、ふ、これでダン。いや、まだ全然いる。まだぜ、おお、ちょっともう第二陣来たんだけど。次こっちか。これ結構めんどくさいな。殺される、マジで殺される。ああ、おかしいだろ、今疑惑の判定だよ、今おかしいよ。完全にソウルワーカーやりましたね、私をはめたな。あ、なるほど、この箱取れば回復するんだ。
まだ全然いる。第3陣来た。次は次は次はどこだ。次ここか。おお、入っちゃった、入っちゃった。いてててて、おかしいだろ、お前。今押したろ、お前。今完全にあれだったよ。押すなよ、押すなよ。なんだっけ、なんだっけ。おう。おい。でも慣れてきた、慣れてきた。ここまでやれば慣れてきた。あれ、こいつあれじゃね、井戸川様って言ってたやつじゃなかったっけ。違うっけ、こいつじゃないっけ。こいつ見たことあるぞ。なんかあれか、ある程度江戸川にゆかりのあるもんが出てくるのか。よし、オッケー。まだか、まだか、まだなのか。あ、終わった。よし。なんか、完全にボスっぽいマーク書かれてるけど、なんか完全にもうこれが最後ですよ、みたいな感じになってるけど。行くよ。来ました。マルネス、エドガー。あ？え？おぉ。あの、いや、おいおいおい、首の向き、確実に死んでるだろ、今の。なんで笑ってられんだよ、それで。エンカウント素縁の道具。いや、違う。エナジー反応はただの人形ですが、強いです。強い、気をつけてください。マジで。おら、死ね。あ、ちょっと待って、この振り当たり判定ある。おお、びっくりした。いって。てか待って、実況ならないこれ。待って、実況全然実況ならない。ちょっと待って、あれ使おう、あれ使おう、あれ使おう。なんだっけ、この、なんとかカード使おう、なんとかカード、AR カードだっけ、AR カード使おう。もう久々にゲームやるから、ダメだー、待ってください、江戸川さん、おかしくないですか、私。殺された。普通に殺された。第2ラウンドだ。江戸川さん、お薬いただきまーす。どういうこと？イオから闇を抱いたかけらを受け取り使用する。闇を抱いた破片。闇を抱いた破片っていうのがあるのか。これか！はい。え、使用。はい。ん？ソウルスピリットの空間に移動しますか？闇を抱いた破片より一枚より、ガイドクルーズ。ま、誰だ、お前。え？どこ、ここ？で、何するんだ？カンダスシティのアロと会話終わりまして、ジャンクハイプ N で、バイオレットマーテリス討伐。バイオレットマーテリス。なんか、知らない単語を押し付けられる、これか。よ。いや、言うよ、誰だよ、お前。あ、あれか。わかった、わかった、わかった、わかった。あれね。キャサリンを、ひどい目に遭わせた人ね。人じゃねえよ。もうね。ダメだ。物忘れが激しい。記憶がおぼろげ。さあ、やりますか。前方にソウルジャンク殲滅兵器があります。起動してください。どうやって？え、どうやって起動するんですか？これか？あ、これっぽい。よっ。サブコンバーターにエナジーチャージ開始。うん。波長を感知したソウルジャンクが押し寄せてきます。なんで？チャージが完了するまでサブコンバーターを保護してください。え、チャージ完了までの時間はオペレーションディスプレイに表示します。4分間チャージ完了後、このエリアを覆う巨大エナジー波が発生します。エナジー波に触れると致命的なダメージを受けますので、私が合図をしたら中央のバリア内に移動してください。サブコンバーターが破壊されると、内部エナジーが失われ最終チャージまでの時間が遅れてしまいます。失われたエナジーはソウルジャンクに吸収され敵を強化してしまうので、サブコンバーターを死守してください。めんどくせえな。超めんどくせえじゃん。これは護衛イベントたまにあるよな。壊されたらチャージ時間伸びるのがめんどくせえな。え、これ終わる？終わらなさそうな感じがするんだけど。痛い、ちょっと待って、痛いっす。ちょっと待ってください。ちょっと待って、エナジーがソウルジャンクに吸収されます。え、この数値は早く退却してください。え、終わり。これあれか、マルチでやらなきゃいけないのか。マルチだったら簡単なのかな。
レディー。はい、来ました。バイオレット・マーデリス。完全に私、キャリーしてもらってますね。ああ。とりあえず、こいつ通せばいいのか。ようやっとだよ。っていうか、周期がすごいな。おう、来た。エンカウント。エナジータイプは、アラクニスと黒人。ですが、エナジー量は桁違いです。注意してください。え？ちょっと、早くないですか？え？え？ちょっと待って、なんか、味方バカ強えんだけど。